はい、お願いします。片岡さん、はい、シーズン もうすぐ、まあ、終わりなんですけども、早いな。片岡さんが選ぶ今シーズン気になったプレーベスト5を上げていきたいと思います。まあ、あのプレーというか、まあまあ、気になったことは、まあ、5位、まあ、オリックスの西村さんのやっぱり交代やな。あ、突然でしたね。まあまあ、あのちょっとこうね、チームも低迷したけど、やっぱりこういう開幕遅れて、本当にその勝負事っていうか、プロはね、まあもちろん選手もそうやけど、やっぱ指揮官というのは厳しいなというかね、まあ孤独やなっていうことは感じるね。だからまあオリックスもね、ここで一番も最近、はい、96年からか、優勝がないんでね、はい、なんかその、まあ、いつ見てても、そのなんかこう、同じことを繰り返してるような、そういうふうな、なんかこう人事っていうのはすごく感じるんでね、はい、ちょっと腰据えてね、あのチームを本当のこのやっぱ強化というかね、まあ、2年や3年で変えるんじゃなくて、はい、そういうふうなちょっとこう気持ちでね、球団の人もやってほしいなと思うな。中島さんもね、まあ、来年なんかやられるんじゃないかっていう報道もあるけど、はい、まあ、ファームで監督されて、まあ、ファームの選手も一緒にね、はい、あの上がってきて、あの杉本なんかもね頑張ってやってますし、まあまあ、ただプロ野球っていうのは結果が全てなんで、例えばその目先だけのね結果ももちろん大事なんですけど、ちょっとそれがねあまりにもオリックスの場合は早すぎるかなと、ちょっとこう、まあ、その辺の、まあ、フロントのね考えをしっかりまとめてねやってほしいと思いますね。第4位、これは結構俺の中ではなんかわあいいプレーだなと思ったのが、8月27日のヤクルト戦で、はいはい、巨人の松原がライトゴロしたやん。ありましたね。結構あのたまにファースト投げることはあるんだけど、あのすごくなかなかアウトにならへんところでね、今年まあ松原って育成からね、あの選手になってジャイアンツ今年まあ独走してるけど、彼やっぱり2番に固定されてることが大きいと思うよ。で球際が強い、はい、守備でもね出足も素晴らしいし、まあ、あれはなんかこうプロの方やなっていう風なね、はい、ああそういう風なプレーを見せてもらったんで、あれ あのライトゴロっていうのは少年野球時代によくあったけどさ、プロでもああいうことがあるんだっていうことは ね、あのなんか松原のやっぱり強肩と出足、ある程度この来た瞬間から狙っとかないとできないプレーやからね、はい、まあ、その辺の、まあ、しっかり状況判断もできたなという風なね、プロらしいプレーですよ。第3位、これはね結構衝撃やったんが、8月の11日の8月11日ソフトバンク対、オリックスの試合で、はい、柳田がねヘルメットを飛ばしながら片手でねホームラン打ったのよね。あれ漫画とかで結構見るやん。ありますあります。でもあれをプロ野球でなんかやってしまう、はい、もちろん今まで飛距離はねすごく、まあ人にないものを持ててね、千葉マリンのね上のバックスクリーンの上の方当てたりね、今年もなんか弾丸ライナーで左中間に打ったりしてるけど、あのヘルメットをね空振りして飛ぶことあるんやけど、はい、あれをホームランしてしまうというね俺たちで言うドカベンのようなさ、はい、ただまああれには引き返した下半身とかあの体の柔軟性とかね、あれ柳田しか打てないホームランと思うし、今の多分少年野球で言えばね柳田選手になりたいっていう子供の人多いと思うのよ。ただあの相当体をねやっぱ鍛えないと、まだ持って生まれた柔軟性がないとああいうことできないんでね、ヘルメット飛ばすことばっかりねあの練習しないであんまりね真似しようと思うとできない、はい、まあ打ち方なんで、ただまああの衝撃というかね、あのヘルメット飛ばしてホームランあくまで飛ばしたっていうことは、あれも柳田選手ができない見事なホームランだと思うね。左ピッチャーで外に沈む変化球をライトスタンドでああいうやってホームランできるってドカベンですよ。ドカベンですか。ドカベンですよ。でね、そのああいう打ち方でちょっと確率が悪く見えるんやけど、打率も残すからそこがすごいのよ。すごいっすよ。むちゃむちゃ振ってね、ホームラン数だけ伸びるっていうんじゃなくて、追い込まれたら追い込まれただけのバッティングしたりね、やっぱり広角に打つやん柳田は。ホームランもやっぱ左中間レフトも多いわけで、そこがこの柳田選手の魅力やね。ただ単にむちゃむちゃ振ってるように見えるけど、やっぱりちゃんと考えてあの打席でね。例えばスイングスピード速いね。速いですね。今までのプロ野球でもなかなかいなかったタイプの選手やね。うん。まあ昨年怪我があったりしてね、なかなか思うようなシーズンが遅れへんかったと思うけど、今年はやっぱり柳田選手らしいね、はい、当たりがかなりね、はい、見えたんで、まだまだなんかこう進化していくような感じするね。楽しみです。うん。第2位。2位はね、
ぱ10月6日に、まあ、ジャイアンツの菅野が勝って13連勝、開幕から13連勝、まあ、もちろんすごい、もちろんね、あの全てのボールが一級品で、まあ、菅野のすごさやねんけど、その時のなんかあのインタビューでね、あの開幕もちょっと、西野ホームラン打たれたりして、次のヤクルト戦も結構序盤に打たれたんだよね。でもそういう風なあのことをがあって、それを救ってくれたから今の自分があるみたいなことをね、はい、言ってて、まあ、巨人のね、いろんな先輩の記録を抜いてんやけど、なんかそのインタビュー、聞いててもなんかこうやっぱりエースの風格って出てきた ね、簡単に打てるピッチャーじゃないし、そのバッターがやっぱ迷う、はい、その一緒のボールがなかなか来ないというね、だからコースでもインコースでもそのスライダーしたりシュートしたり落としたりという風な、まあ、器用やし、球速もね、そんなに、あ、なんていうかな、力投派ではない割にボールが来るというタイプのピッチャーなんで、はい、まあその巨人のね、そのそういう風なプレッシャーの中でね、この数字を残したっていうことを、やっぱ先ほどそのライディング松原の話したけど、はい、やっぱ巨人は今年この独走した大きなやっぱり要因の一つっていうのは、エースが負けなかったことちゃう。やっぱり特にこういうピッチャーが調整難しいというシーズンの中で、開幕から13連勝っていうのは今年のもう巨人の優勝の MVP 候補やな。あ、そうですね、うん、シーズン初めはね、フォームのことでいろんな賛否があったにもかかわらず、でも今なんか誰も言わへんけど、まあプロ野球ってそういうもんでね、そういうもんですね、あの悪かったらまた叩くやみんな、はい、よかったらもう黙るのよねだからまあ結果がそれでっていうことを、あの菅野のこの13連勝と、はい、西村さんの交代でプロ野球っていうのをすぐ感じたね。そうですね、うん、いよいよ第1位、これはね、はい、柳田のヘルメットより菅野の13連勝より、はい、今年1位に持っていくというのは相当俺びっくりした。相当びっくりしたんですね。びっくりしたし、はい、ひっくり返ったな。ひっくり返った、ひっくり返った。ベストプレー、ベストプレー、ほう、9月3日のヤクルト対阪神でマクガフの無人の一塁の牽制やっぱりプロ野球選手として、はい、あれはないで、あれダメですか。もうファーストの坂口もびっくりしたけどさ、はい、お前その前に盗塁したとはいえね、はい、よくね、ああやって、まあ、周りがね、盗塁しちゃったら声かけろとか言うけど、そんなもんね野球選手とは分かるで、確認せなあかんやんか、ランナーどこにいるぐらいはしかしああいうことが起こってしまうんやね、野球って。でも怒っちゃいけないよね、はい、もちろんね、集中して周りが見えなくなるっていう風な言葉がねあるけど、周り見えないもほどがあるぞと俺は思うけど、昔これチンプレーコブレーだったら必ずチンプレーコブレー大将になるやん。大将です、トロフィーもらって帰ってますよ、マグガフ。でもあれは マクガフもちょっとこれ恥ずかしかったよな、プロ野球選手したらね。どうやったんですかね、あの後の心境、通訳投手ちょっと聞きたかったですね。外国人投手はあんまりほら、あの表情出さへんけど、ね、まあああいうことが怒ってしまうっていうのがね、はい、あの野球なんやけど、あれはやっぱりあの野球選手したら絶対に会っちゃいけないプレーだしね、今後そういう風な準備をしてれば防げることっていうのはやはり、気をつけなきゃいけないと。あと番外編に気になったのがね、最近、はい、各チーム、はい、あれおもろいな、あのホームラン打った時にね、最近カメラに見えたらなんとかポーズ決めてるやん、ドヤ顔を。だ最近の人選手は余裕あるよ ね、 ね、 ねグラシアルがこうボクシングしたりさ、みんないろんなポーズを決めるけど、はい、まあ、ああいうふうなの見てるとね、あの野球界も変わってきたなと思うしね、何かこうどんなね、あそこでまたパフォーマンスしてくれるのか、また来年も楽しみにしたいと思います。これファンが選ぶっていうのもちょっと見てみたいですよね。あ、5位、はい、ベスト5。あ、ほんまやな、どんなふうな、まあ、多分俺たちよりこのひいきのチームのことをもっと見ておられるからね、はい、俺たちよりもなんかものすごいいい意見が出てくるかも分からへんし、ちょっとそんなんがあったらまたね教えてもらおうか。コメントに欲しいですね。ああ、ええー、な、そうしよう、はい、ね、ぜひお待ちしております。お願いします。